岡山県では最近の出来事や県民の皆さんへの情報などを映像でわかりやすくお知らせする新岡山県ニュースのインターネット配信を開始しました。新岡山県ニュースは昭和33年から37年までの間、県内の映画館で映画本編の前に上映されていた岡山県の広報ニュース映画岡山県ニュースを現代に復活させたものです。昭和30年代の岡山県ニュースは岡山県が企画、三洋映画株式会社が制作したもので、約50年前の高度経済成長を控えた活気あふれる岡山県の姿が白黒フィルムで生き生きと描かれています。また50年前の岡山県内各地の風景や人々の暮らしの様子、産業、文化、教育などの貴重な映像が多数収録され、資料としても価値が高いものとなっています。新岡山県ニュースも県政に関する最新の情報をタイムリーにお伝えしたいと考えていますので、どうぞご期待ください。